いつの間にか癖毛の襟足が伸びてる君を忘れようと聞いたのはだいぶ前のこと未だに待ち合わせのパン屋の前では立ち止まりそうになるんだ。君がいた部屋では気づかなかった。時計の音ってこんなに大きいんだな。今頃気づいた。きっと僕は強い人間じゃないから、ずっと君に寄りかかってたんだ。今になって気づいたことがあるんだ。僕にとって君は大きすぎた。最近では名前を呼ばれる数がめきり減ってきてるような気がするよ。それだけ君は僕の名前を呼んでた。でも僕は振り向いてなかった。君が呼ぶ声はとても明るかった。静かな部屋で僕は呼ぶ。返事はない。呼べない。もっともっと名前を呼んであげたかった。ずっとずっと呼んで欲しかった。今になって気づいたことがあるんだ。僕にとって君は大きすぎた。君には届いてますか。僕は今ここにいるんだ。もう一度呼んで欲しかった。僕は今ここにいるんだ。きっと僕は強い人間じゃないから、ずっとずっと君に寄りかかってたんだ。今になって気づいたことがあるんだ。僕にとって君は大きすぎた。さよなら。